さあこれより最終クォーター第4クォーターに入ります。クラブアイランズセカンダウン15。さあここで中央のランプレーを投入しました。30番タックル受けましたが、それを体を器用にさせながら前進しまして、約4ヤードゲインを獲得しています。素晴らしい粘りで前進をつかみ取りましたのはサイド、クラブアイランズ30番の村上。クラブアイランズサーダウン11。パス不成功。ここでクォーターバック11番、ワイドレシーバー14番にパスを投じましたが、これはサイドエンダーズ32番のパスカットでパス不成功となっています。クラブアイランズフォースダウン11。パントフォーメーションを選択する模様です。ここでパンターランパスランを展開すると見せかけてランニングパントを敢行しました。あばよくばそこからキープしランプレーに切り替えようという判断だったと思いますが、結果的にその際に蹴りましたパントがシャンクする格好になり、自陣30ヤード付近で外へ出ました。この位置で攻守交代となります。攻守変わりましてサイドワイナーズの攻撃、相手陣31ヤードからサイドワイナーズファーストダウン10。さあランプレーから入ります。ランニングバック7番ハンドオフを託されまして中央突破、約5ヤードのゲインとなっています。キャリア7番は藤本。サイドワインダーズセカンドダウン5。パス不成功。パス不成功の判定です。クォーターバック19番、ここで中央走り込みました。ワイドレシーバー4番にパスを投じました。4番手には触れましたが、しかし確保しきれずパス不成功となっています。サイドワインダーズサードダウン5。ボールオンは相手陣26ヤード、失礼しました、ダウンは相手陣26ヤードになっています。さあ中央へのランプレー、好調なランニング枠7番にこの攻撃突破を目指させました。前進していますが、しかしこれはアイランズ食い止めております。フォースダウンに変わります。現在負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入っています。この配信は X2、X3 ウエストの全19チームの合同企画によって行われております。この企画にご同意いただいている企業様、
そして個人様のご厚意、ご厚遇によりまして、この配信は成り立っております。皆様のご厚情、大変感謝申し上げます。この企画は現在も継続しております。この配信にあります YouTube の説明概要欄に、その申し込みの、ショッピングカートの URL ございます。もしその内容叶いましたら、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。さあ、フォースダウン3でサイドワインダーズフィールドゴールトライ。フィールドゴール成功、3点追加となりました。キックレングス40ヤード近くになるかというこのロングフィールドゴールを見事決めまして、サイドワインダーズ34点、クラブアイランズ0点、さらに差を広げる形になりました。そのフィールドゴールを挙げましたクラブアイランズのキックオフで試合再開となります。アイランズリターンに入ります。リターナー30番右方向に展開を切ろうとしまして、自陣30ヤード付近の攻撃を得ています。厳しい状況ながらアイランズ30番の村上を奮闘しております。クラブアイランズ自陣28ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック11番、左に展開したワイドレシーバー14番にパスを通しまして、約3ヤードのゲインとしています。パスを通しましたクォーターバック11番はハタブ、取りましたワイドレシーバー14番は寺崎です。クラブアイランズセカンドダウン7。パス成功。今度はワイドレシーバー80番にパスを通しまして、約3ヤードゲインとしています。ターゲット80番は杉山。クラブアイランズサードダウン3、ボールオン自陣35ヤード。パス不成功。クォーターバック11番、パスによって突破図らんとしましたが、ディフェンスのプレッシャーからパスのタイミングを外され、パス不成功となっています。アイランズフォースダウンに変わります。アイランズフォースダウン3、プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、3ヤード獲得できないと攻守交代になります。パス成功。さあ、攻撃権更新なるか。さあ、審判の判定は攻撃権更新です。クラブアイランズファースター。
ここで展開しましたパスプレーをワイドレシーバー14番見事にキャッチ、キャッチした地点で攻撃権更新になっておりました。クラブアイランズファースター、見事攻撃権更新果たしました。ワイドレシーバー14番は寺崎、さあまず攻撃を更新成功しましたアイランズ、次の展開を期待しましょう。ここでトラブル発生、ランニングバックにハンドオフ際にボールの手渡しにミスが発生しました。ランニングバックが抑えておりますが、しかし約4ヤードほどロスしている形になっています。クラブアイランズセカンドダウン14、ボールオンは自陣34ヤード。ここでホイッスル、時計に誤差が発生しておりました、申し訳ございませんでした。ここでウォーターブレイクに入ります。さあ残り時間5分となりました。この時間のうちにアイランズ得点を上げることに成功するでしょうか。アイランズの攻撃続きます。アイランズセカンドダウン14、キュービーサーク、クォーターバック11番パスを投じようと下がりましたが、ここにサイドワインダーズディフェンス陣殺到しまして、キュービーサーク約3ヤードほどロスをする形になりました。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが入ります。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全13チームの合同企画によって実現しております。多くの方々の、多くの企業様のご支援、ご寄付、によりましてこの配信は実現しております。そのご厚情大変感謝申し上げます。できる限りそのご期待に添えられるよう配信も全力を尽くしていきたいと思います。さあウォーターブレイク解けます。サードダウン17の状況にありますが、アイランズ突破になるでしょうか。インターセプト、ターンオーバー、ここでアイランズはロングパスで状況打開を図りました。しかしそのパスを取りましたのはサイドワインダーズ20番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、見事インターセプトでこの攻撃断ち切りましたのはサイドワインダーズ20番の富山。これにより攻撃権はサイドワインダーズに変わります。サイドワインダーズ相手陣46ヤードからファーストダウン10、
パス成功。クォーターバック19番、左に展開したワイドレシーバー8番に通しパスを通しまして約4ヤードのゲイン。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。パスを取りましたのはワイドレシーバー8番の竹原でした。試合再開となります。サイドワインダーズ相手陣42ヤードからセカンドダウン6。これはアイランズディフェンスがナイスプレー。ここでランプレーをサイドワインダーズ投入しましたが、アイランズディフェンス陣踏ん張りまして、このランプレーは2ヤードのゲインでとどめております。サイドワインダーズサードダウン4。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック19番、スナップを受けた際にボールをマークしまして一旦地面に落としましたが、しかし自らリカバリー、相手とすれ違うようにスクランブルしまして、これが結果的に攻撃になりました。サイドワインダーズ攻撃権更新です。サイドワインダーズファーストラン。クォーターバック19番は井戸でした。サイドワインダーズファーストダウン10。パス不成功。ここで左に展開しましたワイドレシーバー8番にパスを投じましたが、このパスはオーバースロー、セカンドダウンに変わります。サイドワインダーズセカンドダウン10。パス不成功。今度は右に展開しましたレシーバー12番でしょうか、パスを投じていますが、このパスはディフェンスカバーしておりまして、パス不成功になっています。サイドワインダーズサードダウンに変わります。
サイドバインダーズサードダウン10。成功、タッチダウン。ここでクォーターバック19番一気にエンドゾーンへのパス、これをワイドレシーバー4番見事にキャッチしまして、エンドゾーン飛び込んでタッチダウン。サイドワインダーズ6点追加となりました。見事タッチダウンパスを投じましたのはクォーターバック19番の井戸、それを取りましたのはワイドレシーバー4番オサでした。サイドワインダーズトライフォーポイント。このキックは失敗、6点止まり。サイドワインダーズ40点、クラブアイランズ0点。しかしそのリードを広げる形に成功しました。試合時間残り1分48秒となっております。ここでアイランズに一矢報いていただきたい思いであります。サイドワインダーズのキックオフ、アイランズリターンに入ります。これはナイスリターン。相手ラッシュ殺到する中、30番それをくぐり抜けて自陣35ヤード付近の攻撃位置を得ています。見事なリターンをしましたのはアイランズ30番の村上でした。クラブアイランズ自陣35ヤードからファーストダウン10。キュービーサーク、ここでパスプレーを展開しようとクォーターバック11番下がりましたが、それを見計らってサイドワインダーズ1番がキュービーサーク、約6ヤードロスを割っています。見事 QB サックしましたのはクラブアイランズ、失礼しました、サイドワインダーズ1番の中田でした。クラブアイランズセカンドダウン17。QB サーク、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。先ほど QB サックを決めた1番、連続でそれを決めたいと気持ちが流行りフライングする形でオフサイドとなりました。5ヤードの抜体となります。アイランズ5ヤード前進しセカンドダウンやり直しになります。アイランズセカンドダウン12。
パスは成功。左に展開したワイドレシーバー80番にパスを通しました。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。レフリータイムアウト、負傷者の監督タイムアウトです。非常に厳しいヒットを受けながら、しかしキャッチいたしましたのはクラブアイランズ80番の杉山です。試合時間前半後半残り1分を切っている状況ですので、オフェンスチーム負傷によるタイムアウト、負傷が発生してのレフェリータイムアウトは10秒減算となります。従いまして試合残り時間は22秒で試合再開となります。アイランズサードダウン10、アイランズファースター、ここで意表をつくドロープレーが決まりまして、42番攻撃権更新です。クラブアイランズファースター、チームタイムアウト、クラブアイランズ後半1回目です。ここでアイランズ後半1回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り8秒で止まっております。見事攻撃権更新を遂げましたのはクラブアイランズ42番の山崎。アイランズボールオン自陣46ヤードの位置にあります。残り時間8秒、クラブアイランズファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック11番ターゲットを探しておりましたが、プレッシャーからパスを叩きつける形になりました。パスは不成功となっております。前パス失敗ですので時計はここで止まっております。試合時間残り3秒で止まっています。クラブアイランズセカンドダウン10、試合時間残り3秒。ここで42番にパス、42番キャッチアンドランし前進図りました。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、サイドワインダーズ40点、クラブアイランズ0点でサイドワインダーズの勝利となりました。
タイランズ厳しい中ではありましたが、最後まで闘志あふれるプレー見事でした。ナイスファイトでした。完勝しまして初戦白星を飾りましたサイドライナーズ、今季明るい展望を期待しながら X への復活のその童貞を楽しみにしたいと思います。両チームナイスファイト、ナイスゲームでした。貸し出しのビブス置いてきます。置いてきますかつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑むものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに読み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信は終わらせていただきます。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。その配信本日受けたまわりましたのは私道楽屋リサです。機会許されるならばまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。